ず手先を110センチ取ります。手先は半分に折って肩に預けておきます。先ほど測った110センチのところを体の中央に合わせます。帯を帯幅に広げて胴に巻いていきます。もう一巻きします。二巻きしたら左手で一巻き目の帯の下線を持ち、右手で巻いてきた方の帯の下線を持ち、下に引くようにしてしっかり締めます。帯を体の中央に向かって斜めに半分に折り上げます。肩に預けていた手先を下ろし一結びします。しっかり結び、結び目を縦にすると緩みにくくなります。帯の端から肩幅ほど取ります。折りたたんで羽を作ります。羽の中央に2つひだを取ります。先ほどの結び目とひだの中央を一緒に手先で一結びします。もう一度同じ結び目のところに通します。次はすべて引き抜き切らず少し遊びを残します。手先から20センチぐらいのところで斜めに折り、飛び幅に広げます。ここで帯締めを使います。折り始めた20センチの位置の後ろ側に帯締めを当て、帯締めをくるむように手先を折り上げます。このまま帯の中央まで持ち上げ、帯締めを後ろで仮結びします。羽の形を整え、中央に作ったたるみの形を整え、最後に持ち上げた手先は少し遊びが出るように斜めに跳ね上げます。これで三つ葉文庫の完成です。帯を後ろに回します。右手で帯の結び目を持ち、左手で帯の下線を持ち、襟合わせが崩れないように左から右に向かってゆっくり回します。最後に帯締めを結び直します。これで帯結びの完成です。